はようございます。セブライフの友です。今日はこの6頭の子豚を抗生物質を注射して離乳しようと思います。それではやっていきます。はい、ということで6頭の子豚移動しました。注射、まあ単純にね、人間に捕まえられるのが怖いからだと思うんですが、ちょうどね、お母さんのお腹の下、しかもね、真ん中で手が届かないところに逃げられて、結構ね、苦戦しました。賢いですね。はい、で、新しいスペースはどうやらあのね、餌箱の下の下の鉄が好きなのかな。ちょうどあの右から2番目のあれがお母さんですね。だからお母さんって、お母さんが 見える位置がいいのかな。はい、で注射したのは抗生物質、もう1個ね、ビタミンを本来注射するはずだったんですが、自分が買い忘れてしまったので、また次回ですね、買ってきて注射しようと思いますね。注射痛いよな。はい、ということで、とりあえず離乳ですね。ここで育てて、まあもしあそこのね、茶色子豚が売れたら、あそこのスペースに、売れなかったらね、おそらくガチョウをどこかに移動させて、あそこで買うと思います。おっと、はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。もう近づいてくれないよな、怖いもんな。バイバイ。鼻、豚声でも無理ですね。バイバイ。